皆さんこんにちは、シューポンキノコです。今回はですね、4月26日から始まったウィンドブレイカーコラボからコラボの当然体マップ解説をやっていきます。僕はこの作品は知らなかったのですが、アニメが4月から放送されているそうで、今3話まで放送されているのかな。とりあえずそこまでは見てみました。不良のイメージで知られる高校に入学した主人公が、いざ入ってみると全然違くて、防風林と呼ばれ、町の治安を守り、町の人たちから感謝される存在だった。とまあ、キャップから始まるストーリーなんだけど、なかなかに面白いストーリー展開です。登場人物も多く、てっぺんを狙う主人公が、どうなっていくのか、これからが気になる作品です。いつもながら、今回のマップも、作品に合わせて凝った作りになっています。マップも楽しめるのがすごいところですね。解説の内容は、全体マップに表示しますので、参考にしてください。それではやっていきましょう。1回です。スタートは左下。マップは防風林の、防、の、感じです。鍵の入った応援機は5つです。道は複雑ではないですが、ところどころに時間で出たり入ったりする、出入りトゲがあります。出ている時に踏むとやられるので、引っ込んだタイミングで進みます。進みながら鍵を取っていきます。僕はこの順で鍵を取っていますが、どの順に取っても OK です。鬼が追ってくるので、状況で変えてもいいと思います。チンピラー鬼は、スタートから20秒後に、ここに出現します。それほど早くはないですが、出入りトゲの待ちがあるので、机でぐるぐる巻きながら、トゲが引っ込むのを待ちます。この机は、トゲの待ちが必要なところには、親切に設置してあるので、便利です。他に応援機の周りも、回れるようになっています。なので、無理に一度に進まずに、トゲがちゃんと引っ込んでから進んだ方がいいです。これで鍵が4本です。トゲが出そうなので一旦待つ。ここも机で巻いて待つ。鍵が揃ったので、一番上のゴールに向かいます。最後もちゃんと待ちます。クリアです。2階、混乱状態の、ステージ、マップは防風林の、風、の、感じです。操作が逆なので、すぐ右のトゲに注意です。ボムで氷を爆破して、鍵を集めます。ボムの移動はピンクの矢印です。応援機は5つ、鍵も5本です。ボムは動かすと起動し、10秒後に置いた場所の、周り8マスが爆破されます。隣にいるとやられますので、爆破の時は注意です。このボムは角に置いて、1つのボムで2つ通路を、作ります。ボムを節約できますが、このステージの場合は、角に置いて1つのボムで、2箇所通れるようにしないと、済みます。この下の氷を爆破します。待ち時間の間に別のボムを起動します。もう一つ起動しに行きます。押し順はいろいろあるので、全く同じじゃなくても OK ですが、端の押せないところに押さないように気をつけます。鍵を取っていきます。右側をやっていきます。残りの鍵は右下です。右下の応援機のところには、チンピラー鬼がいます。氷爆破で解放されるので、右下は最後にやるようにします。ここは押しすぎないように慎重に、押します。爆破すると鬼が追ってきますが、焦らず、応援機の周りで回って巻きます。鍵を取る。あとはスタート地点の上にある、ゴールを目指します。
クリアです。3階、銅像運びの2層ステージ。マップは暴風林の、鈴、の、感じです。マップは上下に分かれていて、鍵は上に2つ、下に3つあります。一方通行のベルトコンベアがあり、上の穴から銅像を落とし、下の層にあるスイッチ台に、乗せます。途中鍵も取ります。スイッチ台で開く扉は、ここ。次の銅像エリアに行けます。一番上にある階段で、上の層に戻り、扉を通って次の銅像押しを、同じようにやります。銅像を落とした後、一番上の階段で降りてもいいですが、穴に落ちた方が、早く移動できます。一瞬銅像で埋まりますが、動けば大丈夫です。このスイッチ台は、真ん中の扉を開けます。また階段から上の層に、戻ります。最後は一番下の扉ですが、スタートから50秒後に、チンピラー王2がこの扉の、中に出現します。鍵を取ります。最後のスイッチ台に置いた後は、チンピラー王2が解放され、追われることになります。ベルトコンベアで下に流されるので、下から回っていきます。指を離さないように押して、押しすぎに注意します。下に行きます。すぐ下の鍵を取ります。銅像を運びます。この下の鍵を取って、上に戻ります。チンピラー王2が解放されているので、穴の真下は通らないようにします。あ、階段上がった時に、ちょうどチンピラー王2が下の、穴に入りましたね。今のように穴から王2は落ちてきます。こちらが最後の鍵です。そのまま左がゴールです。クリアです。4階、ボムをスイッチ台に、乗せるパズルステージ。マップは、頂上、の文字です。マップを分けて拡大表示します。右側、上、の部分。スイッチ台のボムは、爆破するまでの間だけ、扉を開けるので、鍵を取ってすぐに通ります。鍵の前にある氷を爆破します。1体目の鬼がスタート15秒後に、スタート付近に出現しますが、最初の扉がすぐに閉まるので、追いかけられることはないです。鍵を取ります。この後左側、上、の、方へ行きます。左半分はボムが大量にあるので、起動するだけのボムは、まるで囲います。爆破を待ちます。ボムはほぼ余りません。今使わなくても、後で使うボムもあります。必要以外は起動しないようにします。特に真ん中の列のボムは大事です。スイッチ台は通路の真ん中にあるので、端のボムは乗せられないです。なので、スイッチ台に乗るのは真ん中の、列のボムになります。それから地味にボムの爆破を、待たないといけないです。スイッチ台に乗せるボムを、動かせる位置に立つために、ボムを爆破してスペースを作る感じです。残ったボムはまた後で使います。ボムの数が増えていくので、道を作るための爆破も増えます。全体の進むルートは、こんな感じで、上から下に行くときに、残したボムを使います。こう見ると、かなりボム爆破に神経を、すり減らされるステージになっています。これは氷爆破に使います。少し時間差でスイッチ台に、乗せます。扉が閉まってしまうので、氷爆破後に爆破するようにします。一番上に2体目のチンピラーを狙います。ここのボムがなくなり、通れるようになると追いかけてきます。スイッチ台に乗せたボムが爆破すると、扉が閉まるのを利用して、閉じ込めることができます。左の氷を先に爆破しておきます。左上のボムを起動、これが爆破したら鬼が、追いかけてきます。回ってくる間にこのボムを、移動。
残り2つも使うので、間違えて起動しないように。少し歩きながらお腹の距離を作ります。上のゴムを移動します。右の鍵を取ります。90度の位置にうまく立つと、止まってくれます。左側の鍵を取ります。残りのゴムをスイッチ台に乗せた後、ゴミの閉じ込めを狙います。ここでマック、爆破のギリギリで通り抜けます。閉じ込めれば後が楽になります。行きます。こんな感じです。次回は、残しておいたゴムをスイッチ台に乗せていくだけです。ゴムで開いた扉を通っていきます。下まで来たら、左側をまた上がっていきます。ここまで来たら、あと少しです。爆破を待ちます。鍵を取って扉を通ります。右下を起動したら、爆破を待ちます。鬼の出現ですが、1回目はスタートから15秒後に、スタート地点の上に出現でした。2体目は1体目出現から45秒後に、中央の一番上に出現。最後の3体目は、2体目出現から25秒後に、これから行くゴール扉の横に、出現です。3体目もゴムで通路を作るまでは、追いかけてきませんが。最後は、3体目をかわして鍵を取り、ゴールします。一番上の真ん中を、スイッチ台に乗せます。ここのゴムは、3つとも少しずつ一緒に、上げていきます。この形にすれば OK。すぐに終われない上に、鍵と前の氷を同時に、爆破できます。これで落ちてくるので、逃げながら応援機を回って、鍵を取りゴールします。クリアです。5回、ボス鬼、番長は鬼の、ステージ。桜の形のマップ、スタートは中央です。鍵は4つ、すべて氷で道を、塞がれています。ゴムの移動は黄色の矢印の、通り、すべて角に置くことで、広い通路を作れます。ゴムは爆破までに10秒かかるので、4箇所全部に移動しておきます。爆破できたところから、鍵を取っていきます。中央はボス鬼の番長は鬼が、弾幕攻撃しながら、回っているので気をつけます。番長は鬼の移動ルートは、こんな感じ、中央を半時計回りに、回っています。他には改造から出てくる、大きい推理玉の攻撃や、青の塔30階でも、登場した、3秒続けて乗るとやられてしまう、毒の床があります。それからゴール手前の桜並木には、巡回キンピラー鬼が、4体います。移動ルートはこんな感じ、左右を、行ったり来たりしています。見つかると、プレイヤーと同じくらいの速さで、追いかけてきます。縦に行きますずつ間が空いているので、うまく見つからないようにゴールします。鍵が揃ったのでゴールに向かいます。鬼に見つからない、1マスの間を、うまく使います。クリアです。ウィンドブレイカーコラボの塔の、全体マップ解説を、やってみました。文字を使ったマップが多めで、すごかった印象です。本当にいつもマップまで楽しませてくれて、嬉しい限りです。ウィンドブレイカーコラボイベントは、コラボの塔以外にも、盛りだくさんの内容になっています。僕はいつもコラボの塔からやってしまうので、他はまだ全然できてないのですが、100人サバイバルや、青逃げ5に、コラボ限定マップが登場するのが、楽しみです。これからやっていこうと思っています。ウィンドブレイカー、コラボイベントは、5月10日までの開催となっています。限定スキンのゲットを狙って、頑張っていきましょう。コラボの塔の全体マップ解説が、参考になれば嬉しく思います。それでは今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。